今日は子供の日ということで兜を作ってみたいと思います。まず正方形になるように新聞紙を折ります。こんな感じです。正方形以外の余ったところは切っていきます。次は正方形に切った紙を三角に折ります。そしたらそれを反対にひっくり返してまたさらに三角に折っていきます。こんな感じですね。でそれをさらに外に曲げます。こんな感じです。反対側も同じように折ります。そしたら手前にある新聞紙を上に折り曲げます。手前の新聞紙の下の部分をもう一度くるっと手前に曲げます。最後は後ろの新聞紙は内側に折りたたみます。これで完成です。何種類かの大きさの兜を作ってみました。